レイフォー、ナンバー、愛の作詞した、b e y o n Your Side、感動と音楽の力。音楽は、時に私たちの心に響き、深い感動を与えてくれます。特に、ナンバー、愛の作詞した、b e y o n Your Side は、その力を強く感じさせる一曲です。この曲は、紫輝くんと W ユータによる素晴らしいハーモニーが特徴的で、聴く人の心を打ち震わせます。何度聴いても、 その情熱的な歌声とともに、何かが心の奥底に触れるような感覚があります。彼女はこの曲に対する情熱的な感想を語り、その感動に私も共感しました。そして、それが私を思い起こさせるエピソードがあります。番組への出演や音楽配信サービスでの公開など、この曲が聴衆に届く機会が増えるにつれて、多くの人々がその魅力に引き込まれています。 しかし、この曲が単なるエンターテインメント以上の意味を持っていることに気づく人も多いのではないでしょうか。b e ン o n サ Your Side は作者たちの思いが込められたものであり、その深いメッセージが聴く人々の心に届くのです。岸く君や仁君の歌声が彼らの思いを伝え、聴く人々の心に触れます。これは単なる歌詞や旋律以上のものであり、真の感動を呼び起こすのです。 その日は特別な日で、私たちは親しい友人と一緒に舞台でパフォーマンスを楽しんでいました。そのイベントでは多くのアーティストが様々なジャンルの曲を披露しましたが、その中でも一つの曲が特に私たちの心を打ちました。また、この曲がファンによって熱烈に支持されている理由の一つは、その背景にあるストーリー性や感情の表現にあると言えます。歌詞やメロディーが織りなす物語は、 聴く人々の心を動かし、彼らの日常生活に新たな希望や勇気を与えるのです。その日のパフォーマンスでは、彼らの歌声とハーモニーが会場を満たし、観客全体が感動に包まれました。私たちも例外ではありませんでした。特に、W ・ユータのハモリには心を打たれました。彼らの歌声はまるで天使の歌声のようで、私たちは思わず涙がこぼれました。 さらに、この曲が人々に届き、彼らの人生に良い影響を与えることを願う声も多く聞かれます。多くの人々が、この曲を聴いて笑顔や夢を追い求める日々を送れることを願っています。音楽は、言葉や感情を超えて、私たちの心に響きます。特に、Beyond Your Side のような曲は、その力を最大限に発揮し、私たちの心に深い感動をもたらしてくれます。 この曲がたくさんの人々に届き、彼らの心に深く刻まれることを願います。そして、私たちが常に誰かの味方であり続けることを忘れないでください。人々が困難な時に支え合うことが、より良い世界を築く第一歩です。この感動的な曲について、あなたはどのような思いを抱きますかあなたにとって、誰があなたの味方であり、どのような状況でもあなたを支えてくれますかこれらの問いについて考えてみると、 新たな発見があるかもしれません。